大連船舶重工集団有限講師の造船所。大連船舶重工集団有限講師は中華、人民共和国大連市に立地する造船会社。国有持ち株会社の中国、船舶重工集団講師の上場中間持ち株会社である、中国船舶重工古墳有限講師の子会社。新潮末期から20世紀初頭にかけて、外洋大型船用の大型港のための、 立地条件の良い土地はことごとく外国の咀嚼地となり、港やその付帯施設、鉄道施設の整備は外国資本により行われた。大連の船舶修繕施設もその中の一つであり、ロシアや日本の資本により整備された。1945年のソ連の満州占領で、大連の施設はソ連により接収された。1955年に、 中国に返還され国営の造船省になり、民用、軍用問わず中国発の選手の建造が多数、行われ、先駆的な造船省となった。例えば独自開発した初の駆逐艦の多病型や、国産化した初の弾道ミサイル潜水艦のゴルフ型、第一世代補給艦の複製型、初の国産航空母艦の3等が建造されている。近年では、 ウクライナの未完成の航空母艦の再工事を大連造戦勝集団有限公使が請け負い、大連船舶重工集団有限公使が下請けして、所有するドックと偽装用布団において建造され、2012年に中国海軍に練習空母両名として引き渡されている。2013年の建造量は 3539,250DWT。 建造量中国国内シェア7.8%で第2位である。ありがとうございます。